皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日2024年、5月26日13時30分、昨日の晩はまあショッキングなこととかが多くて、でまあついでにサッカーでそのアジアチャンピオンズリーグの横浜 F マリノスとアルワインっていう、まあ正直どこの国かもはっきりよくわからないんですけども、うん、まあそういった試合の試合があって、で朝の4時半になってやっと眠れた、要するに試合が終わった時間帯ですね。で、うん、どういうふうなことでこうショッキングなことがあったかっていうと、本当は昔もそれ一回経験していて、そのことをいつものルートで起こった SD カードで、国会議員の人たちとか、今まで結婚話してきた人間たち、まあ相談みたいな形、返答はなかったんですけども、会って話し合うような、もうそれはもう長い時間話し合わなきゃ無理なんですけど、まあ今回スポーツ界やグレーの皆さんとか、ビーズの皆さんとか、僕と仲良くしてくれた人、まあとにかく、あいつかわいそうだから、何度はしてあげようって思ってくれる人たちだけは見てくれたい。昨日ずっといろんなこと調べて、なぜ台風発生するのかはっきり分かりました。佳子さまが海外に公務に行くからなんです。その件についてはホームページアワイケースの履歴の一番のところ、あとこの動画の説明欄からもアクセスできると思うんですけども、できるように説明欄に YouTube 一覧用、というか YouTube への検索ワード、表記しておきます。昨年の10月も台風来てるんですけども、世界の台風の発生数が毎年表記されてるんですけども、17個なんですよ昨年。まあ史上戦後3番目ぐらいに少ない数で、まあ、うまくいってる方で、で台風の災害も日本は発生しませんでした。その10月の時も公務の日程見ると佳子さまが海外に行ってる。これも成人様とか今の天皇陛下の方のお名前なんですけども、僕と仲良くしていただいて、未来からの時間軸のお声掛けとかで何年先に誰が大統領になってるとかも知っていて、僕からの伝えで。フミート様ともともと仲良くしていただいて、紀子様とも。結婚希望相手も佳子様にずっと固定したのに、もともとおかしかったのは2019年。結婚のことで佳子様に来ましたってはっきりと言って、丁寧な口調で。だけども他の警察官とかはテレビに出るんやったらうがっていうことになってるわって、もうそれ言われてもこっちものすごく鬱陶しくなって、頭の中ものその前にもものすごく取られていたから、もう認識力がものすごく低下していて、多分その頭の中の行き先って佳子さまだと思うんですね。もしくは陛下、健常物だったんです僕は。スポーツの試合が終わった後とかすごく顔めちゃくちゃになってるじゃないですか、頭の中とか。けど阪神タイガースの選手とかも別に誰かが顔綺麗になってるわけじゃないじゃないですか。今年は例えば横浜 DeNA さんですけども、昨日ものすごく悔しい思いをして、でまあその動画もちょっとまあ見てもらいたいんですけども、まあこの動画とくっつけてるバージョンとそうじゃないバージョンで見てもらいたいなと。なぜ彼がこんなに怒ってるのかって、そしてその後彼は何を知るのかっていうことを以前も知っていたんですけども、コンピューターの AI で記憶取れるんですよ。でそれまた忘れさせられていた状態で、もう何が起きたか先に言いますね。昨日のサタデーステーションで最初iPad で撮影しながら高島彩を。で、その、証言者として、もしくは補助人参加人とかとして、
出てくれるんですかっていうことを聞いても返答はありません。本当のことを言いますっていうことだけを言ってくるんですよ。表立ってみたらニュースのことを言ってるのか、裁判のことを言ってるのか、淡井圭介に本当のことを言わそうとしてるのか。最後の3番目でした。佳子さまはそのギリシャへの公務で出発されるときに、最初歩いてるとき普通の顔でした。途中で僕からの言葉を聞いてるんですけども、負けって言って、笑いながら負けって言ってるんですよ。で、僕の顔を思いっきり撮ってるんですよ。じゃあ昨年の29歳の誕生日の着物の時の僕の心の声の返答とか、あれは一体何だったんだろうって。結婚希望相手は佳子さまに固定しています。これ言っただけで、今度自分の言った言葉でこう報復してくる、今度はこう八方塞がりになってるんですけども、インターネットの記事では一切上のメガバンクで勤務していたものが恋人だっていうことに、なってます。それは今付き合ってるのかどうかまでは記載されていません。で、美智子様が、皇后美智子様が進めてきたとか、何かそういうふうな話なんですよ。で、黒田っていう人は皇室の家系でいたんですね。で、日銀の黒田さんって多分その皇室の家系の流れの人で、もう政府上層部ってずっとそうなんですよ。皇室の家系の流れの人たちでずっと物事組まれていて、で、いろんな人たちから顔を取って、で、何しても許されていた。だって法律で天皇陛下は大赦とかいろんなものを使ったらすぐに釈放されるんです。内閣も使います。総理は天皇陛下で法で選びます。最高裁判所の補佐も天皇陛下は選びます。去年もあれだけの内容を提出したけども棄却されてるんですよ。だから僕の提案した番組の件のお金に関してもお金支払ってくれるかどうかわからないんです。何がショッキングだったかって言ったら、その僕はね、心の声でその精神を生産されなくなる薬のこととか伝えてるのに、佳子様はずっと悲しそうな顔に一切ならなかったんですよ。笑顔だったんです。で、インターネット上の病気とかで以前あったのは、その二十歳の頃にね、その黒田何々っていう人は、佳子さまが二十歳の頃にその黒田何々っていう人は、まあ、36か38歳だったんですけども、まあそれはちょうど僕の年齢なんですよ。で、テレビ局のしていることをあのウィキペディアで年齢を偽る、それを僕にさせようとしていたのか、黒田という形にしてか、本当に同級生で恋人として付き合ってたんだったとしたら、今回の招待状に関しても大統領からの招待状ですよね。エネルギーの残存量問題に対する成果っていうのって、何にも高層の人たちが外交しに行った時に成果なんか何も出てないんですよ。遊びに行ってるんですよ。見たでしょ、マチュピチュ黒い服着て、あんなところ行く意味全くない。その国の人はそう思ってる。エネルギーの残存量問題知ったら、もともとあの国の多くの人に淡井圭介の声が届いた人で、本当の話を聞いた時にエネルギーの残存量問題をもう来なくていいって言ってくれてたから、もともと平成の天皇陛下とかはそうだったんです。我々が世界中を飛び回るから、だからその下の者たちまで簡単に海外旅行行っちゃうって、
こう思っていうことになってるけども、遊びに行ってるんだと思う。もう本音で物を言わせてください。何か海外に行って、だって万博とか開いてたのがオイスコースですもん。オリンピックとか、エネルギーの残存量問題とかの解決で集まったはずなのに、それもあります。結婚問題の両面。だから誰も手伝わない。途方に暮れていて。だから昨日もその自分で iPad で撮影していて。だから29歳の誕生日の時と、様子が全然違う。楽しんでる。負けって言って、笑いながら負けって言って、淡井圭介の顔を撮って、喜んでる。やった者勝ち。けどね、それって淡井圭介と結婚話して、どこに住んでるのか分かんない連中、テレビ局のアナウンサーとか、モデルとか、全員その方法だったんですよ。スポーツ界、世界一になって、誰もお金なんか払ってくれてないですよ。エネルギーの残存量問題、僕一人で解決できるわけないじゃないですか。仮設住宅暮らしだったら人間捕まえて、盾にしてたんですよ。そのアナウンサーとか、大企業の役員の娘とか、議員の娘とか、その議員は元は、総理は、皇室の家系の流れの血で固められていた。こんな国、他国に SOS 出しても、どうせどうにもなんないですよ。日本と揉めたくないからって。みんな逃げに回って。こんな状況なのに誰も助けてくれないんですよ。夜中のスポーツの試合まで僕起こされてるんですよ。スポーツの総裁見てくださいよ。皇室の人たちじゃないですか。あなたたちが責任持ってしなさいよ。全然頑張ってないじゃない。取ってばっかりじゃない。これがエネルギーの残存量問題の最後の最後で、本当に輸入が止まった時にどうなるかぐらいわかるでしょ。中和株式会社に何があったか、僕の動画見てくださいよ。中和株式関係っていうところ、あのちゃんと訴訟費用の給付申請が通った時の書類一式全部揃えてます。なんなんこの無茶苦茶さって。これプロの弁護士ついてもめちゃくちゃややこしいやんって。だって上についてるのが店長とか課長は警察官とかで、社長まで警察官、多分一時だけなのかは知らないですけど、しかも制服組全員警察官が悪いことしたんだもん。ピンハネして長時間労働させて、一月370時間以上、祝日、土日祝日の割増賃金とかもない、ずっと払ってくれてない。そういうところから委託金、供託金っていうのを巻き上げて、一切払ってくれない。請求何回かけても、社長、本社に電話かけても、どこに行ってるか分かりませんって言われるんです。北神戸店にあった僕の販売記録とかの書類、本社にその警察官が持って行ったりしたんですよ。店長だった男が。で、労働基準局、まだ、時期的にどうだったのかよくわからないですけども、労働基準局の監督官の人が、その書類書き集めてきてくれて、で、僕の持ってる書類と、まあ、合わせて、裁判所に提出して、しかも弁護士さんなし。
どれだけの時間を費やしたと思います？ 1 から6法全書読んで、現行法規と現代日本法規、両方読みに行ったんですよ。その途中に強制入院させられてるんですよ。十和株式会社の件は、一旦置いといて、もうどこ行ってもそうです。どこでも賃金の不払い。だって国が一番ダーティーだったんだもん。NE の残存量問題一番真面目に取り組んでなかったんだもん。それは逮捕が発生しますよ。で、僕は頑張って、日々の記録見てください。台風になりそうなやつ。本当は、テレビのニュースでは、24日ぐらいに台風化してる。これは風速が、ある一定の、最大瞬間風速とか風速にならなかったら、台風としては認められないんです。で、まだ、威力は弱くて、風速少し前で10メートルとか15メートルとかで、もう台風とは呼べないっていうレベルで、それをまあ2日間ほど引き延ばしてるのかな、今どうなってるのかわからないんですけども、また後で台風情報を見ますけども、もう周り撮影して風取ってます、台風から。もう以前からずっとその方を使用してます。何回も言ってます、何十年も前から。人たちに任せたら、台風たくさん発生してます。ずっと僕は中心だから、僕に対してどれだけ危害加えたかとかで、台風発生してる数とか、大雨降ったり、豪雨災害とか発生してるんです。九州豪雨災害、台風があんなにたくさん通った、ソフトバンクホークスは勝ちすぎたんですよ。言ったじゃない。1997年、8年に。王貞治さんだって、すいませんって頭下げたじゃない。言われた通りにしますって。粟井圭介さんの言われた通りにしますって。それテレビの放送してんのよ。あ、ごめん。まずい。どうしよう。まずい。怒っちゃった。日曜日。落馬の件。見破りで、なんとか、します。それも今日考えてました。動画撮影してる時に、怒ったらどうしようって。また落馬発生したらどうしようって。それ、今まで、見破りっていう言葉を使ったから、なんとかなるかもしれませんけども、それ、外から絡んできた連中とか、怒ったりしたら、落馬。誰がこんなルールを組んだのかわかんない。それ、電波のつなげられ方で、例えば笑ってる人間とつなげられたら、ジョッキーは腕とか足力入んなくなります。体操選手とか野球選手とかサッカー選手とかみんなそうですよ。電波、化学賞、文部科学省、その上は、官房長官、副総理、総理。昔の地図では、宮内庁の中に、科学庁があったの。皇居の中に。僕の子供の頃の地図、東京の。時期は全部一致してるんです。で、台風の他の国で発生してる台風は何が原因かっていうと、例えば去年で中国の方に台風が向かっていってましたけども、まあ、別府さんとか粟井圭介に支払い全然してませんよね。わかる人は見たらわかるんですから。彼に絶対お金支払ってあげなきゃなんないって。もともとそういう約束で始まってますから。で、その中国のその別府の、そのチンなんとかっていう、まあ、チンってその皇帝とか王とか、天皇陛下のことを言うんですけども、まあそこも、なんか皇帝テクモさんの売り上げってすごく大きいじゃないですか。となんかスクウェアエニックさんより売り上げあったような気がするんですよ。元たどっていた皇帝テクモさんでした。皇帝テクモさんの傘下ですか。ネオジオに関しては、
ネオジオ系列って言ったら、そのもともと家庭ゲーム機は僕は、小中学生ぐらいの頃に、もう4つ目の家庭用ゲーム機として販売したところがあって、ゲームセンターと同じ、ゲームセンターの方は、データ容量が大きくて、その能力が高かったんですよ。だから画像とかは綺麗で、その当時のレベルでですけどね。ただし、一つのソフトが1万いくらとかしたりして、ああ、もうこんなもん回転なんかつかないよっていうようなもの、しかも3機種目だしって。また任天堂とかが勝つわっていうような状況で、その頃は PC エンジンとか、そういうふうな他のメガドライブとかの機種、3つの機種があって、セガサターンさんの時代の頃にセガさんはもう家庭用ゲーム機から撤退しましたけども、あとは任天堂さんとソニーさんの一騎打ちみたいな形で、もうソニーさんの独り勝ちの時代が続いてた時に、僕からの提案で任天堂スイッチっていうことで、他のソフトメーカーさんもこちらでゲームを出してくださいねっていうことをいろいろ言って、僕からの提案からのゲームとかもいろいろありました。で、以前の作品とかをリメイクしたりだとか、そういうものいっぱいあります。例えばバブルボール系とかね。で、大きく経営軌道修正ができたのか、ソニーさんが乗り込んできた時に、プレイステーション1とか2とか3とかも、ソニーさんの独り勝ちです。だって、エア・エニックさんとかカプコンさんがね、ソフト出しましたから、もう太刀打ちできないじゃないですか。任天堂さんなんかもうほとんど自社のソフトばっかりになってきて、任天堂64とかの頃、その次のゲームキューブ、もう全然売れてない。もう大した数じゃない。無理無理、あんなの。あんな状態。だから本当は一回倒産してます、任天堂さん。で、僕の考えですけども、第一義的に世界中に家庭用ゲーム機というものを流行らせたのは、成功させたのは任天堂さんなんですよ。だから、そこはソニーさんもある程度、譲歩じゃないですけども、お互い協力するような形で動いてあげなきゃならない。で、データの容量問題もある。で、昔のゲームとかを簡単にリメイクとかすると、あんまりそのデータ容量が、使用されない。要するに電力はあんまり使用されないっていうことになるんですよ。そういうふうなことがあって、任天堂スイッチとかもできたんですけども、だけども支払いは1円もない。僕は考えたものですよ。どういうふうなものかっていうの。持ち運びができて、テレビにもつなげられて、で、こうこうこうでっていうような。例えばピアノとかでもエネルギーの残存の問題を考えてね、段ボールで何かを作って、それでね、例えば段ボールでピアノの模型を作ったとします。それを弾いたら、音が出るソフトとかね、自分で扱ったことないから、ちゃんとしっかりとした性能なのかどうかよくわからないんですけども、それだったら例えばテレビにつないで、自分でこう曲弾けるようになったりだとか、練習用にはそれぐらいで十分じゃないですか。そこから音符を書けるようになったら自分で楽曲作ったりだとか。だから、エレクトーンとかいちいち生産するぐらいだったら、生産する過程でエネルギーがたくさんいりますから、運搬も。だから、電力とかも使用はされますけども、だけど段ボールで作れるんだったらって、今、高島屋をふーんとか言ってるんですけども、もともと僕のアイディアなんですね。もう、そんなことを小学生ぐらいの頃から言ってましたよ。今、お金のことを云々とかでかわいそうとか先泣きそうになってたんじゃなくて、皇室の佳子様とかの人間性のこと、エネルギーの残存量問題とか、なんで今こうも行くのって。これね、台風って他のアクセスできる欄のところでしっかりと詳細説明しますけども、もともと第一次世界大戦、第二次世界大戦が台風の、
逮捕じゃない、エネルギーの残存量問題で、資源の奪い合いで、戦争してるんですけども、だから第二次世界大戦の後とか、台風の発生数って、いろんな恨み、つらみとかがあって、多い年、39個とか、台風の発生数。それだから、1998年とか、僕はフルーツラパークで世界中の政府首脳部の人たちとお会いして、まあ、いろんな良い話とかを行ったりしていて、それを世間にある程度放送したりとかして、で、まあ、台風消滅の仕方とか、いろんなことが分かって、もう僕としてはこう思います、ああ思いますって、もうこの年はもう僕に一任していただいてるっていうことになってます。世界中の政府のことが言ってます。もうその辺の一弁護士さんの意見なんか通りませんよっていうような形で。総理でもそう簡単にその意見を覆いませんよっていう形で。で、その1998年としては戦後最少の数です。台風発生数。16か8、それぐらいですね。で、2010年は、裁判所その訴訟費用の救助申請通して、秀和株式会社とか、株式会社神戸ワインとか、もう本当はそこ買ってるんですよ、規約になってますけども、記録は。それは、他の動画で見せてますけども、お金振り込まれてるんですよ。それ裁判所で、裁判官の前でね、藤田課長っていう人とかが、まあまあ、何人か出てきてますけども、もうそれだったらお金支払いますんで、こちらでもちゃんと計算しますっていうことで、土日祝日割増賃金ですよ。これが正式です。行政が土日祝日割増、土日祝日割増賃金ついてるんですから。行政がつけてるっていう、だからもういらない法律がたくさんあるんです。サブロック協定がどうこう、非休日がどうこうとか、そんなもんもうどうでもいいんです。本当にいらない法律たくさん作って、ピンハネもずっと従ってたんですよ。ね？道理で特攻とかさせたわけでしょ？末端の人間に。自分がしたらええやんって。総理とかがあって。行ってこいよって。でもそんなことは現実的には絶対ない。20代の人間とか、20歳前後の人間とか、特攻させられていて。その頃は冗談みたいな話で、こいつはアホなこと言ってるって思われるかもしれませんけども、一部分のところだけ金属で、あとは木とかで作ったりしてたんですよ。金属がなくなってきた時。たくさん。戦艦とか、空母とか、航空機、破壊されて輸入を求められてるから、鉄鉱石の。木、木製。ただのアホ。政府が。沖縄占領されて、ミッドウェーの海戦で負けて、頭の中で台風のこととちょっと結びつきましたんですけども、ちょっとそれはもう心から思ってるから、喋ってる子は優先でお願いします。もう台風はもうずっと抑制、台風消滅型で、物事進めてます。天の神様への安全のようにもしてます。本日は。天照大神様、太陽神です。人間ではありません、相手は。どう考えても太陽とかの存在の方がすごいですから。あんなに何十億年、何百億年、もしかしたら何千億年、もしかしたら何兆年、燃え続けていて、体積変わってない。人間の手の届くような世界じゃない。スーパーコンピューターが神がかり的な力を使える。太陽に勝てる。絶対無理。あんなものすごい存在。絶対何かある。そのギリシャの訪問っていうのも、もともと、僕も佳子ちゃんに言ったんだけども、異性と握手してるっていうことに気がついてるって。その人既婚者よって。隣に女性いるでしょって。その人の嫁さんなんじゃないですかって。これね、僕は20歳ぐらいの頃、すごく怒られたんですよ。その世界上層部の人たちの前で、いろんなことを述べさせていただいて、まあ、その後、それきっかけで、黒人初の大統領、オバマさんたちが誕生したりしてるんですけども、会が終わった後ね、まあ、外出ていくときに、一人一人握手してたんですけども、女性の人と握手したときに、全員帰られた後ね、めちゃくちゃ怒られました。お前なって。
自分の大好きな嫁さんが他の男に触られて、それ本当に喜んでると思うかって、鬱陶しか、鬱陶しいか鬱陶しくないかぐらい分かるやろって。お前この国背負って言ったんやろって、この国のために頑張るって言ったんやろって、それぐらい気張っとったら分かるやろって、気抜いとうからやって、相手のこと考えてないからやって、めちゃくちゃ怒られました。それからはもう他の同じぐらいの年齢の者とこう相談して、何が悪かったかっていうところを徹底的に考えた時に、もう最初から同性同士でも握手なんかせんかったらええんちゃうかって。だから裁判って最初から書類で喋って、第三者がいて、それで物事を決定してきたんじゃないのって、あんまり近づかん方がええって。だから原告と被告の席が一番離れてる、傍聴席もある程度離れてる、どうせみんな大きな件なんかに関わってしまったら手に負えなくなるからって。けどそんな中で結局佳子さまは、もともと佳子さまが子供の頃僕にキスしていて、でまあすごく子供の頃ですよ。でそれから二十歳前後ぐらいの頃とか僕に会いに来て、その私のことをどう思ってるかとか、まあいろいろ聞いてきて、まあ、もう子供の頃僕のここの家に遊びに来たことがあるんですよ。阪神淡路大震災の仮設住宅から引っ越しできたっていうことで、一回ちょっと見に行ってみますねっていうことで、文人さんたちとかに来たんですよ。まあ僕が聞いてる限りは、あとホームページ淡井圭介の履歴の90番皇室へのメッセージ、まあ一時停止をしながらメモしていただきたいんですけども、その未来の時間軸からの佳子さんへの声掛けとかを聞いていただいたら分かると思うんですけども、僕から見たら、僕のこと気に入ってるんだなっていうのは、そういう、様子でしたし、まあ好きなんだろうなっていうところで、まあ一応聞いてみて、はいって返答してるんですね。その29歳の誕生日の時のその着物姿のところの映像で。まあ他の映像でも多分何回かそういうことを言ったり聞いたりとかして、佳子さまもそれなりの返答してるんですけども、佳子さまははっきりと僕のことを好きだとか、その結婚のことも考えてるようなことを言ったりしてる部分とかが、まあその時々の動画を再生した時に映像が削除されていたり、あれ切り取ったりとかできるんですよ。なんか人間の方でもしかしたら加工してるのかもしれない、その日その日で暇だから。僕の結婚希望は今でも佳子さまです。固定です。もうテレビ局に出たアナウンサーってもう今までいろんなことがありすぎて、だから僕を利用してこの辺で顔作りをして、で別の男とデートしていたっていうのは1回や2回じゃないですから、ほとんどのものが。で、もしかしたら佳子さまもそれに該当するかもしれない。だからホームなんか海外に行かないでって言ってるのに行ってる。エネルギーの残存量問題と、あとお触りしちゃうからっていうことは、あれね、その何らかの形できっかけがなかったら異性に対して簡単に触れるかって言ったら触れないんですよ、普通の人は。真面目な人はどちらかというと性質がエロ業界側寄りになっていってるから気をつけなさいよっていうようなことは言っていて、それ言ってくれたらいいって、ちゃんと文人様と紀子様におっしゃっていただいています、ご両親の。でこれは、例えばトヨタグループの豊田章男さんに他の会社の社長さんが、例えばね、もう役に退かれたらどうですかってこう言えるかって言ったら言えないじゃないですか。今何を言ってるかって言ったら、例えばね、もう豊田章男さんももう77歳なんですよ。そんな年齢でね、
難しい内容とか、テキパキ動いて、ハキハキして、仕事できるような年齢かって言ったらもう違うんですよ。だからテレビの CM も、いつ撮影した CM なんか僕も分かんないんですよ。もう昔とはって明夫さんとも会ってるんですよ。その頃はまだ社長になる前だったと、もう26年前ですから、社長になる前だったと思うんですけども。今日気がついたのは、その、自社でレース場を作って、車をものすごいスピードで走らせて、ガソリンを大量に消耗する。だからここ近日の動画で、豊田章男さんに対してめちゃくちゃ怒りました。約束全然違うじゃないって。僕も国会で、淡井圭介は大臣として、大臣、クラスとして扱うっていうことで、総理とか歴代の総理とか各大臣とかからいろんな人に国会で言ってもらってますよって、認められてますよって、あなた僕と同学者ですよって、ここに来て謝ってくださいよって。車の生産数、自分たちの金儲けしていいことと悪いことあれだけ言ったじゃないってものすごい怒ったんですよ。もうこれもうある程度演技込みで言わなきゃ無理だから、もうそれで落馬されたって、だからもうちょっともうみんなもう暴走してる、どうせ CIA の人たちとかいるんでしょう。日本競馬界に落馬あるかもしれないから、ちょっと気をつけといてて、もう見破りで、もうみんな見破りっていうことで、もう気をつけてって、もうとにかく安全に今日レース、もう今日、淡井さん荒れてるからっていうことで、ある程度、ある程度っていうか、一般人からしたらこんだけむちゃくちゃな目にあったら、もう普通、まあ、これでもだいぶおとなしい方だと思いますよ。冷静に的確に話できてるし。聞いてる方がなかなか情報量が多すぎて、うん、僕の話を何回も聞いてる人たちだったら、ああ、そうだった、そうだったってなると思うんですけど、だからもうホームページにも今日、もう、うん、その後昨日、そういうふうな、その、かこちゃんの映像を見て、僕の顔を撮って喜んでしまってる。で、本人にその自覚はあるのかないのか。ないのか。で、負けたときは、すみませんですよ。私が悪いことをしました。申し訳ございませんでしたって言うんですよ。負けっていうのは、淡井圭介のことを負けって多分その子は言ってるんですよ。か、そういうルール設定を、自分から自分のことを負けって思って言ったとしても、頭の中を通してのそのコンピューターでの電波で、相手が絶対負けになるっていうルールを皇室は利用している。無理。訂正できる人がいなくなるから。自分から率先して、加護ちゃんとか皇室の人たちは、すみませんでしたってちゃんと全力で謝ること。なんか竹田恒也さんは、そのお父さんが、東京オリンピックの会場だったから、9600億円以上も税金使ってしまった、張本人ですから、からそんなにもう偉そうに、そこまで言っていいんかいで物言える立場じゃない。みっともない。社会は逆なんです。上行ってる人間ほどダーティーだったっていうことなんです。ピンハネして、法律守んなくて、賃金の不払いして、それでも助けなくて、皇居の前来たら、皇居まで来たら助けるって聞いてたんですよ、天皇陛下とかから。21歳ぐらいの頃もそうだったんです。友達の長安信弘っていうやつに、同級生仲良かったやつで、そいつが、もうええから東京行こうって、もうとにかく言われた通りにしてみようって。そこまで本当に言われてるって、俺もそう思うって、お前の話それ信じるからっていうことで、勇気持って行こうって。で、東京の亀甲門の前行って、追い返されてるんですよ。その頃もある程度河川の撮影してるんですよ。この近辺ぐらいでしたけども。全然わけのわかんない話の、噛み合わない話をしてくる人とかもいたんですよ。それだったら、選挙に出るべきだ。今の君にはまだ早いとか、わけのわかんないこと言ってるんですよ。アホちゃうかと。エネルギーの残像量だ、見てみろよって。
全員が全員建築業者？神戸に来て、どこで復興したのね、ウイングスタジアム神戸作っとるやないか。ふざけんなよ、仕事ないないで困ってたんだったら、それしたらええやないか。じじいや、老人や、自分の方は上や思とんね、賢い思とんね、どうせ大卒や。大学行って賢いやつ見たことない。本当にテレビ出るアナウンサー、最初は僕も崇めてしまったよ。この人たち頭賢いなって思って。嘘ばっかりだったよ。お金の流れから何から何まで全部分かったら、我が収入のために平気で嘘言って、今度は新兄さんまで作った、あれ非課税上限枠、本当はもともと5年以上経過するともともと130万円ぐらい上限額、まあ、150万円ぐらいの時とかも ありましたし、あの時の数字は、兄さんの数字は結構変わってる。で、非課税、5年間非課税の後は税金、取られます。で、そうだったものが、上限270万円まで上げて、非課税、富裕層、金持ちがもっとお金稼ぎできる。人材派遣会社これだけ作って、これだけピンハネして、まだ取る気なのって。アホやから高級車乗ってんの、重たい車。レクサス、レクサス、重たい重たい。あれ乾燥重量、あれ2トンありません。重すぎる。もう軽自動車でも、もうそんなものもうどうでもいいっていう段階、もうバカの極と極地しか言えない。そのエネルギーの残存量問題、僕は20歳ぐらいの頃、石油の技術的採掘可能埋蔵量69年分で、で2011年のデータで、国連が発表してるデータよ、59年分で、2022年の最新のデータで54年分。なくなるものはなくなるので、掘削なんかして空洞して、ずっと地面の中空洞化させてるから、掘削して石油とか採掘して、能登半島の大地震、何回も言ってるじゃない、プレート説二度と言うなよって。またテレビで言うよ、能登半島で地震発生したら、アホかよって、お前らが作った空洞やよって。大学の教授、税金や、お前らが食ってる飯、高額所得得て。もう泣くか怒るかしかできんよ、こんな世の中。こっちだ、生活保護者で頑張っとんねんぞ。お前らみたいに高い給料もらってるわけちゃうねん。あっちこっち撮影、俺だって行きたいよ、本当のこと。伝えたいよ、後の人の、後世の人たちのために。頑張っても頑張っても、誰も助けてくれへんのよ。高島やなんか、あいつ法政出身やぞ。政治と法律の法学部の、両方や。覚えたのは、ダーティーな稼ぎ方だけや。俺が行け言うて被災地行きようねん、みんな撮影に。各自自分で行けって。阪神淡路大震災の地震の発生地点も嘘だったから、こっち側が、僕は子供の頃から港川の河川の底とか遊びに行ってたから知ってたの。コンクリートの底がゴボーって抜けてるの。2メートルはそこから下、そこはあった。で、奥の方、こうコンクリートの割れ目が、こうゴボッと抜けてるこの間のところがあって、こっからそこがゴボッとなくなってる。その先わかんない。雨降るまでに普通の日でもある程度水流れてます。大雨降ったらものすごい量の水がある程度流れます。地面の底これどうなってんのって。地球の重力は中心に向かってるから、海面より下にどん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 空洞は広がっていくの。それ一斉崩落起きるよ。石炭の採掘で本当はみんな学校で習ったはずやねん。一斉崩落で地震が発生してるって。ニュースが真逆だったの。北朝鮮なんかは震度4の地震が発生しました。その、発生原因は一斉崩落によるものですって正直に放送してんの、震度4の地震。やりすぎてしまった後なの、西側諸国も。
コンピューターを使って上の方だけ自分たちが優位なルール作ってしまって、だからバレたら終わりなのそれ。ああダメだ、バレたら終わりって言っても、もうここあの八方塞がりにこうなった、これが神がかり的な力なんですが、もうすぐ自分で言ってる言葉でも分かるから、もう無理、こっちが塞がれる。だから、うん、河川水門解析玉発電、佳子ちゃんがちゃんと僕に、ここの自宅に来てちゃんと話し合いしに来なかったら多分無理だと思う、謝って。だからもしくは8月9日の話か、あと、まあ、グレーのテルさんとかにも呼びかけてますし、ビーズのお二人にも、まあ、他の方とか僕と仲良くしてくれてね、その僕を上から目線でバカにしたりとか、そういうことがなかった人たちだけ、嫌がらせをしなかった人たちだけ、男性同士だったらある程度許せるけど、もう結婚までした人間は無理やわ。結婚希望はでは各様に固定してるから余計ややこしくなる。そこであったら何がどうって、君も結婚したのになんで会いに来て昔の若い顔になってんのって、お前まだ俺理由すんのって、お前淡井圭介とデートなんかしてくれたことないじゃないって。男女平等の社会なんでしょ、女性の方がお金稼いでたんだよ、アナウンサーって長時間労働で1000万円いってた人間もいたのよ、たかが30歳ぐらいでよ。中和株式会社で僕は長時間労働させられていて、同じように長時間労働させられていた人間がそれぐらいの支払いを受け取っていたみたいですよ。だから向こうは基本給が高いから、で法律通りの支払いがあったら本当にそれは行きます。プレゼント何にもない、誕生日一緒にケーキ食べたりといないよ、自分の親ぐらい、家族。言いたいことぐらい言わして。本当のことぐらい。裁判所では真実が全て。で、その、佳子様が顔を取って、笑ってた状態。精子の生産されなくなる薬、あなたたちが作った国ですっていうことで、助けてくれっていうことを最後言おうとしたけども、助けてくださいって、助けてって SOS っていうのをする前に画面区切られて、佳子ちゃん自体がもうさっさとその場から、画面から消えたがってるようにしか見えない。本当は医療機関で働きに来たことがあるから、交通費出すのが嫌で宝塚三大病院とかに来たことがあるから、もうそうなってくると、助けに来たんじゃなくて、中途半端な説明されるのが一番無理なの。本当に絶対この人に危害加えなくて、危害を加えないでください、精子の生産されなくなる薬なんか飲ませないでくださいって言わなきゃならなかったの、言ってない。その後ご近年で連れて行かれた時の最後の精神病院の宝塚三田病院に出てきたのは、サッカー日本代表の岡田監督が白衣着て、でその人もともと韓国のイミョンバク大統領、日本語と韓国語両方喋るのは、第二次世界大戦の後、朝鮮半島で戦争が本当にあったから、朝鮮人民共和国だったんです、一つの国で。で、第二次世界大戦の前に、朝鮮人民共和国と日本と台湾と満州国は合併していて、その頃の人口は1億2000万人なんです。だから日本の今の国境内では4000万人いるかどうかすらわからないです。だって高校の1年生から3年生までで、人口は仮に4000万人だったとして、まあ、100歳まで生きてる人なんかまずいません、この世に。で、まあ、120万人だったとします。で、その中で高校野球でエントリーしてきてる数が、今年の春の選抜、まあ、去年の、まあ、夏場過ぎぐらいから、予選がスタートしますけども、3700校台だったと思いますよ。3800校台だったかな。まあまあ、3800校前後。これが現実。あんまり人いない。
東京とか大阪とかで高いビル建てて、そこも空だらけ、神戸も。後で解体するときのエネルギー量とか、エレベーターを動かしたときの使用される電力、何にも考えてない。バカとアホとは、もう、ええわ、もう猿もつけるわ。もう、もともとはバカと猿は高いところが好きって言うけども、悪いことした人間ほど上の方行きたがるから。もう、それ一般的な公営住宅の人たちに言ってるんじゃないですよ。それは普通の生活とかあるから、もともとの例え、昔から言われてたんですよ。殿様とか、江戸時代とか、もっと前の頃、その一般人の言われていたこともね、作ったは作ったけども、その老朽化した時に解体することなんか、本当は僕たちも、わしらも、考えて作ってへんから、今なんか、フミトさんの声が聞こえていて、行こうとかいう声が聞こえていて、本当や待ってへんとかいう声が聞こえてきたんですか？意味が全然わかんない。もうここに電話かけたらいいだけ。で、ちゃんと予定組んで。だから変な方法ばっかり使用するようになった時点で、物事を辞退させるようにしか見えない。で、どちらかというと、もう僕から言わせたら、結局、意図的ではなかったにしても、早く解決してあげないことによって、一つ一つの件をね、その結婚問題もそうですけども、他の件も。裁判妨害。別にそれを佳子様たちが訴えるとか言ってるんじゃなくて、指摘しなかったら自分たちが裁判妨害を行ってるって、ほとんどの一般人全然分かってないから、認識してないから、10件以上は裁判しなきゃならない。で、会社が稼いだら稼いだり、何してたかって言ったら高いビル建てたりとかしていて、もともとそのゲーム業界とかが阪神・淡路大震災を機にね、世界中にマーケットを広げたのは、その起爆剤な、起爆剤って言ったら、もう爆発っていう言葉も、やっぱり今のなしにしましょう。その世界中にマーケットを広げたのは、市場、まあ顧客の皆様を広げたのは、阪神・淡路大震災をきっかけで、フルーツ・ウラパークに多くの政府の上層部の人たちが集まって、世界中の。で、その人たちを通して、で、日本にも市場を開放してあげようと。だからスーパーマーケットとかに商品を置かせてあげるっていうところに、ああいうの契約難しいんですよ、本当は。本当に販売してもいいものなのかどうなのかとかがいろいろありますから。だからその辺のところで市場を開いていただいて、漫画、アニメ、ゲーム、音楽。で、それで多くの人が売り上げを上げてきたんですけども、だから僕は、本当はね、僕は二十歳ぐらいの頃から、例えば CD ショップって、例えば神戸市は24の県よりも人口多いんですけども、CD ショップって10軒くらいしかなかったんですよ、神戸市内で。三宮でも2、3軒ぐらいだったと思いますよ、あの辺り、中央区。その頃、僕は子供の頃はハーバーランドがまだ発展途中だったから CD ショップがなかったから、だから三宮で、3軒ぐらいで、で、港川の方で、1軒か2軒ありました。だけども、そのうちの1軒は、阪神・淡路大震災で閉店したのかな？自分の自宅の前の、ニュー港川っていう、正殿っていう、今の上信さんのその前の会社が入ってたところで、そこに CD ショップを、4畳半ぐらいのスペースで、売ってるところがあって、シングル CD とか、アルバムとか。大体、兵庫区でも人口密集地帯ですけども、中央区の隣で。だけども、CD ショップって大体4畳半ぐらいのスペースでしたよ。そういったのが1、2店舗。これが本当の話です。
で、その海外のマーケットの話なんですけども、その1億2000万人の話の、その朝鮮半島とね、その満州国、まあ中国の一部の地域とか台湾のところで、多分ボーイの皆さんも、ミリオンヒットの、アルバムをその100万枚売れたっていう話、フェイクニュースとかフェイクの数字、昔からテレビ局とか音楽業界も使ってきた方だから、その話がどこからどこまで本当なのかは分かんないんですけども、ご本人さんたちじゃなかったら売り上げ分かんないじゃないですか、その会社の。それ見たら分かるじゃないですか、本当に売れたかどうか。だから一応もともと併合していた時期があるから、その範囲でも販売先があったのかもしれません。だから神戸市よりも人口少ないところの県で CD ショップが10店舗あったかって言ったら、なかなか難しかった。これが現実なんですよ。だから東京とか大阪だけ高いビルとかたくさん建って、まあ愛知県もそうですけども、神奈川県も、その人口は密集しすぎて、そこで住んでる人たちは感覚がもうおかしくなりすぎてるんですよ。人が多すぎるところに住んでるから、ちょっと離れたところがどれだけ閑散としてるかっていうことが全然わからない。これが世の中の現実で、本屋さんも大体1000店舗ぐらいですよ。日本の今の国境内の範囲では。CD ショップももともと昔はね、もう今は CD ショップ1000店舗はないでしょうね。レンタルショップは別ですよ。レンタルショップまで加算したら、まあ、1000店舗あるかもしれないですけども、まあ、それもないじゃないですか、今。だから昔からその芸能人の人とかで本、だから1冊の本でまあ3万部とか5万部、8万部売れたら多い方とか、ああいう話本当なんですよ。10万部突破、ああ、すごいですねっていうの、1冊の本で。いろんな人たちが本出してるじゃないですか。なかなか売れないです。なもうそれを世界中に、まあ、マーケットを拡大して、で、だから一時は、まあ、フランス、マクロン大統領も僕と同い年なんですけども、まあ、アニメ関係の、コスプレは僕はちょっとダメだなって思ってるんですけども、そのゴミ増やすから。で、あと、余分にお金支出するから、そういう無駄なところ一切省かなかったら無理、このエネルギーの残存量問題。もうそこの業界、もう全ての業界が協力すること。協力というかもう従うこと。従わないっていうことは、50億人の命よりも、自分たちがそういう格好をする方が、それで金稼ぎする方が、優先順位上だよっていう間違った認識をしているものだから、そいつらには従わせなきゃなんない。50億人の命の方が絶対上。だから車の生産なんか、ふざけんなような話。電車ガラガラやないかって。赤字出たらみんなの税金やでって。また消費税上げんのって。で、そいつらが、高級車乗ってる奴らが、さっき言ったじゃない、どういう組織の人間だったかって。だから僕も、ただ佳子様が、の感情的なところの表情とかの部分と、あと喋ってることを聞くと、嘘を言ってるようにも見えないし、昔から仲は良かったですから、結婚を、もう本気で考えてくれてた部分はあると思うんですよ。それは僕は童貞で、だから強制わいせつとかされていて、そういうエロ業界の人間と対立してる、で、その人間じゃなかったら、エロ業界側の人間なんかと結婚してしまったら、不倫とかされたりするわけじゃないですか。じゃあ、多くの人間は結構対象外になるんですよ。テレビ見たらわかるでしょ？女性で胸とか出してる人間。今までどれだけいました？あいつは完全に、売春婦なんですよ。してること。L 業界完全にね。お金。本でお金。本でお金。計575条。そんなことみんながし始めたら世の中めちゃくちゃになるに決まってるじゃない。全員で浮気してる国作んの？どこの誰の子供かわからん。子供のことが面倒くさくなったら捨てる。で、他の人に親になってくれ。ふざけんなよ。いや、おるから、もう精神病院見たから、その里親に育てられてるっていう、こう、将来税理士さん目指していて、ちゃんと勉強して難しいこと言ってるんですよ。で、生活状況を聞いたら、親がうどんしか作ってくれなくて、
で、母親は本当は生きてるんですけども、って、僕と一緒に生活してくれなくて、って。で、その里親とそのキッチンが使いたがってね、自分で飯作るんだから、それぐらいいいだろうっていう形で、うどん以外のものが食べたかったから。で、それで喧嘩、そういうので喧嘩とかしたりして、で、精神病院に連れてこられてるんです。逆やんって、その親や。親やんって、精神病院入れなあかんねんって。けど、本当は精神病院じゃなくて、裁判所。精神病院なんか連れて行ったって何も解決しない。もうその人たち薬とか出すだけで、具体的な解決策とか何も提示できない人たちだから。頭あんまり良くないから。ダーティーな金の稼ぎ方だけを身につけてるから。もともと何か悪いことした人だけ、精神病院の医者になってる人は。そういった人、そういう人が箱に来てんの。まあもう昨日もすごく、萎えて、精神的に、もうこんな世の中無理だって。ずっとスポーツの勝ち負けで、野球は好きだったけども、サッカーも好きだったけども、だけどもテレビを見た時に、何の大事も仕上がらなくて、頭の中を貸したりとか、顔とか渡したりとか。でもその行き先は僕の場合は、加護ちゃんだった。で、その状況を楽しんでる。僕とは合わない。他の男と会ってる。それは外交でも同じですよ。僕としてはどんな気持ちになるかって言ったら、他の男性と会わないでください。昔からのルールでもう一回、1998年の頃決まったんです。国連の政府上層部の人たちが集まって、僕もその中に加わって、何が正しいか。僕はこれだけ怒られたんですけども、どう思いますかと。で、それで昔、ほっぺたにキスしてくる女とかいたでしょ。あれ、ハニートラップなんですよ、政治の世界で。そんなもの放送されたら、自分が既婚者だったら、浮気者じゃない。でしょ？だからもう、両手で、なかなか今ではテレビで放送されないですけども、バーンって突き放します。他国の政府上層部の人、こちらの政府上層部の人と。こちらっていうのは日本のことじゃないです。例えば、ヨーロッパ関係の国で。喧嘩。もうそっから先。もう分かりました、分かりましたって。僕は間入りますって。もうどちらが悪いかぐらいもう簡単に分かりますって。もうそんなものはいらんって。もうそこの陰で全員で調べてって、インターポールでって。いらんからって。そんな政府首脳って。いらんよって。もうその頃、アダルトビデオコーナー、北新ビル、区役所の出張所のあるところの下に、アダルトコーナー置いてるレンタルビデオショップが、北新民の下にあって、阪神淡路大震災の後、1997年か8年、そこすぐに潰しましたから。その頃は株式会社神戸ワインの方の役員の人に、財団法人美濃旅行社の中に弁護士さんとかがいましたから、その人たちに相談しに行って、もう一筆書きますよと。もうこれでいいでしょっていうことで。分かったと。こっちも動くわということで。すぐ。当たり前。簡単。行政指導何回もされたら、会社押収されるから。お前仕事なめんなよと。俺らがどれだけおい、どこの誰かわからんお客さんに頭下げて敬語使って、営業スマイルで。さっきその動画の容量が、撮影容量が足らなかったので、再開しますけども、なぜ僕はその泣きそうになったりとかね、したかっていうところで、一応グレーの皆さんに関して、知っておいていただきたいことなんですけども、会うっていうことだけに限定してもらえませんが、僕から何か聞こえてきたとしても、僕は否定的なことを言ったとしたとしても、頭の中よぎったとしたとしても、絶対みんなそうなるんですよ。自分がものすごく悩んでいて苦しくて聞いてほしいことがあるのに、この話、昔もそうだったんですよ。その動画自体がもしかしたら昔のものかもしれない。左から2番目の人は、王次郎さんには見えない。王次郎さんじゃない、次郎さん？ごめんなさいね、ちょっともう対象者がいろんな県で多すぎて、もう何千人といるから、もう名前全員覚えるのはちょっと難しくて、てるさんは真面目に聞いてくれていたから、あれなんですけども、もう会うの一点で固定してもらえなかったら、
どこにも突破口がないんですよ。証言者誰も証言してくれないんだったら。だから補助人とか補助参加でもいいでしょうし。でね、その動画を見ていて、なんか30周年記念っていう動画で全員黒い服を着ていて、だからその時にも、なんかこう、僕はすごく、もう本当もう鼻気なってる状態で、ね、その佳子ちゃんの状態を見た時に、その笑いながら、淡井圭介の顔を撮って、さっさと、その航空機の飛行場ですかね、場所、僕もよくわからないんですけども、ギリシャで出発するときに、そういう、もうこんなことになってる。で、それ撮影してもそのデータはなくなってる。笑ってる表情とか逐一バレるから、これはこの国の体質。でもともと僕はそのキャバクラに連れて行かれた件とかもそうなんですけども、銀行はね、キャバクラとか開いていたから、その銀行員とかの人間が女、銀行で働いている人女が多いでしょう。で、加古さんはそこで働くっていうことは、エロ業界側の人間と深く接する可能性が高い。で、ああいうようなその生活とか、異性、特に既婚者と簡単に握手をしてしまう、以前教えたのにですよ。っていうことはですよ、なんか変な話も聞いたことあるんですよ。それは、秋篠宮家の人たちのことじゃないんですけども、こう、姉妹でね、長女と次女がいて、どちらかが真面目な生き方で、どちらかがそのエロ業界側の生き方、どちらの方が正しい生き方だったのかっていうのを、なんかね、30歳か40歳の頃に結論出そうって。もうこっちからしたらもう聞いてられへんよ、そんな話って。もう男の方が言うだろうわって。そんな話してる時点でお前ら両方ともアウトやって。最初から真面目に生きていくことで考えろよって。その精神を生産されるような薬もそうですけども、兵庫県だけでその病床200床ある病院が28もある。で、実態の人口は4000万人いるかどうかもわからない。それを何十年も前からその精神を生産されなくなる薬とかで、だって製薬会社はフィナンシャルグループの傘下だから、銀行、証券会社、証券会社と銀行には嘘があるって1920年にアメリカの議会で偽証罪が認められています。で、その元は商社で、商社のその前、まあまあ国がもともと銀行を、まあ、日銀が一番最初のはずなんですけども、日本で例えると、だからまあであんまりそこと変わるのは良くない。まあ、上田総裁、今日銀が黒田総裁が終わってから上田総裁が総裁しますけども、テレビ出てる時にもう体もずっとこうなってる。海外的な時間でも攻撃をこう持ってる。その画面の向こうで多分誰かが止まってる。体の中に入ってこようとしてる。
インターネット記事とかも、そのメガバンクの話とかも、僕をどういうふうに扱おうとしているのか、警戒心しかないですね。あともう、今、例えばね、結婚希望相手は佳子さまに固定していて、今までその結婚話をしたアナウンサーは信用ができないっていう話になるのは、もうウィキペディアとか見たら結婚してるじゃないですか。で、実際的にね、まあ、ショッキングな話、まあ、ショックな話になると思うんですけども、世界国勢税で、もともと、10年ぐらい前のデータで、7世帯に1世帯ぐらいが離婚してるんですよ。結構離婚してるんですよ、この世の中、もともと。で、それはここ、近年のデータで、まあそこそこ前なんですけども、もう6世帯に1件になってるんですね。6世帯に1世帯。離婚。だから本当に、だから、淡井圭介と結婚話した連中とかで、だから、仮にね、その、ヌードの写真集なんか出してる人間と結婚して、その人の愛だの何だのって信じられます？男性の人たち。真面目に生きてきた人たちで。特に今、新婚さんとかで。無理でしょう。まあ、アナウンサーにもそういうふうな連中とかも混ざり込んでるから、もういいじゃないって。デビューを2000社合併、夜中と明け方の番組なくしたら。でも人口をずっと縮小してるんだから、商業原理的にも無理なんだから。あと自動車の生産やめて、ガソリン車の生産停止して。あとは原油価格を上げる。日本も掘削権とか持ってるから、だからそれでその CM 放送して、エネルギーを大事にしましょうっていう CM を放送して、まあ、番組の CM 料を、まあ、提供するような形で残ったテレビ局が運営、すると。で、いいでしょ、それで。あと、佳子ちゃんなんだけども、その、記者会見の時に、周りに髪の毛染めてる男性があんなにいっぱいいるけども、そいつら多分エロ業界側よ。見てるから、そういうのばっかり。か、テレビ表記でそれが出てるっていうことは、春山整骨院を出入りしてたやつらで、淡井圭介を利用して金稼ぎしていた人間。そいつらに敬語なんか使って、ってどうするので、そいつらと仲良くしてどうするので、そいつらに言われて淡井圭介のせいにしてどうするのって、これは真正面からストレートに言いたい。そこは人として真偽にかける、誠実かどうか、これは男性でも女性でも同じで、女性でその誠実な人ってまずなかなか見たことないですよ。本当に一応男性社会とかだったらその厳しい部分とかいろいろあって、男だから頑張らなきゃならないとか、そういう部分で、まあ変な方向で、試合の勝ち負けとかで頑張るとかじゃなくて、誠実さで、洗いざらい何でも話す。だから、佳子ちゃんも僕のこと言いたいことあったら何か文句言ったらいいんじゃない？それでお互いの悪いところ直していったらいいんじゃない？捕まろうわって言ったやつ、お前が捕まれよ。どこも誰やねん。まず名前と住所、電話番号教えろ。淡井圭介に。法廷出ろ。みんなの見てる前で。録音記録、公開ありで。請求項にそれつけとくわ。で、お前の人生どうだったか、調べたる。世間に公表や。あとは世間の皆さんにジャッジしてもらったり。はっきり言うよ。本当は警察官捕まらなあかん人間。
ものすごいたくさんいる。で、それを自覚して、何とか普通に頑張って、警察官としてのある一定の範囲までの業務に踏みとどまって、仕事してる人たちがいます。もうやめとこうって、精神病院に連れて行ったらあかんわって。俺はもう共犯者になるって。そこまで分かってる警察官の人は、まあ誠実な人だと思いますよ。だからもう最初、だから1956年ですかね、売春防止法が出来上がったの。それまで世の中、政府の上層部とかめちゃくちゃだった人間が大量にいた時代でね、テレビの放送でも、だって、だからベッドシーンとかがあるでしょ？いろんな人間と付き合ってきた人間だったわけじゃないですか、テレビに出てるアイドル連中の人間なんか。でしょ？だから、いろんな人間とデートして、で、コロ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 相手変えたりとかして、で、その人の家とか行ってるんでしょ？まだもう普通そこ結婚じゃないですか。わかんない、あの業界。お金に、目がくらんで、結婚してるのに本当は結婚してないことにしていた人間とか、昔はそこそこいたんじゃないですか。今どうかわからないですけども、今でも多分探したら出てくるんじゃないですか。もうそれを体よくウィキペディアに書き直すの忘れてましたとか。体よくっていうのは、まあ要するに体裁ですよ。取り繕うみたいな話でね。まあごまかすに近い言葉ですよね。もう昨日の真ん中だから、一緒、もう正直ね、一人違うメンバーが入っただけでの話にもなっちゃうんでしょうけども、以前もその話していたから、もしかして同じ動画かなとか思って、その動画の見てる内容通りにこちらも同じ感情になるのかなとか思ったりとかもするんですけども、昔もその話になりました。だからグレイの皆さんともう会いたくないっていう、もう会ったってって、どうせあの方法を使われる、この家の横を通り過ぎたりだとか、ここの住宅から、ここの住宅の中を出入りする。もうそれやられたらもうめちゃくちゃ、鬱陶しいから、もう変な女の歌声聞こえてきてる。鬱陶しい。電波。真夏の扉。ウォーウォーっていう、本当はあれ、もともとウォー戦争だから。WOW？ ワウワウ？ワウワウウォー？違うよ。笑いながら言えるような、グレイのテルさんとか笑うような言い方で歌ってないやろ。そのアホな女に向かって言ってます。戦争や。そいつ何歳やねん、本当に。何年生まれやねん。一回ちょっと蛍の墓見ろ。本当に。その当時はどういう状況だったか。最近だったら誤字はマイナス1.0や。今回もまあ長い動画になりましたけども、まあ、ちょっとここ最近はこの長い動画止まりにして、あんまりまあ動画アップロードとかしないようにしようかな。
かなとは思います。まあ数多いでしょう、最近1日でも5つ以上動画アップロードとかして、あの一番から閲覧できるようにしてますけども、もう見る方も追いつかないでしょう。まあ、もうこれが何かね、こうある程度のその最終状況っていうことで記載しておいて、もう今日も一応まあ一応 SOS は投げかけておきますけども、どうせけど26年間経過して何も助けてくれなかったから、助けてくれる人なんかいないんでしょう。いやもうこの辺のところがね、今ほら八方塞がりでしょう。だから多分そうだと思いますよ。だからインターネット記事とかでおかしな内容を書くことによって、どれだけそれの関係者、そういった内容の関係者の人たちがそのフェイクのニュースとかも含めてなんですけども苦しむのかっていうことをもっと反省するべきでしょうね。あとコンピューターの稼働の仕方として、そういう記事書いた人間とかは苦しめばいい。なぜ青いケースが苦しまなければならないの、何なのこのコンピューターの支配はって。まあ落ち着いてちゃんと話聞いてくれたりするんだったら、テルさんとか、まあ、グレイの皆さんと話したいなとは思ってるんですけども、だからその泣きそうになってる時の、泣いてたかもしれない。だから、そういうような状況で、その30周年の動画が流れてきて、撮影したその記録も iPad から、自分で削除もしないのに、そのサブエッセーション放送され、あの記録はなくなっていて、著作権云々の前に青井圭介の件にどこ行ってんと、お前らそれでどれだけ飯食ってんと、何も稼いでんと、会社があって、まあ、そらあかんやろって。テレビ局の役員全員、社員、あと番組出演者。お金の出元、マーケット広げたのは一番の功績者、青井圭介や。もともと天皇家の人たちとかと、その、もうそこの家系の人たちが多いから、その総理とか。その人たち、どうこうじゃないのよ、本当は。どこまでこの話を最初から最後まで、その国のことの歴史を知ってるかによって、意見だいぶ変わるから。けど、だからそのテルさんとかに言いたかったのは、もう、もうその涙流してるような状態の時にね、誰も助けてくれなかったんだっていうこと。もしかしたら昔それでその話を聞いて、グレイの人たちが、フーズ・ラーパークに一緒に働きに来たのかもしれない。でも女性は、テレビ出るんだったらもう女性は働きに来ちゃダメよっていうことになったんですよ。僕はもう20歳過ぎの頃。ほんとほんと。キリないから。昔のその淡井圭介と結婚話した人間のそのアナウンサーもそうなんですけども、テレビ出る時のスカートの丈見たらびっくりしますよ。中身見せるために短いスカート履いてるから、あいつら見せる気がないんだったら、エロ打って金稼ぎする気がないんだったら、普通仕事中はズボン動き回れるから、ちゃんと仕事頑張ろうって言うんだったら、プライベートと仕事の時間を分けとかなきゃなんない。もうそれでも全然誰もズボンちゃんとしっかり履かなくて、もう他の男にもうたくさん浮気したい、スカート履きたい、短いスカートで、そこから寄ってくる奴らと付き合ったら
どうせ地獄見るよ。そいつらもどうせ浮気者や。別の短いスカート履いとう女とかに浮気しよるよ。簡単や答え。それやっと年齢的なものがあるのか、座った時に膝が隠れるぐらいの丈のスカートを、まあ大体の報道アナウンサーでそういうスカートを履くようになったんですよ。あの短いスカートを履いてテレビ出てきてる女を見かけたらみんな警戒した方がいい。こいつもともとどこの会社の誰なんって、どれぐらいややこしいことしてきたんって、かけ銀どんなやつおんのって、もうどんなやつやいい。ああ、もう僕発信で刑事事件になった議員いっぱいいるよ。当たり前やん。淡井圭介側の人間だっていっぱいいるんだから。目障りよ、本当に。淡井圭介側の人間からしたら。けどもう相葉系としても赤もまあそこだいぶ前から髪の毛金髪に近いような色に染めて、もうネイルアートしと爪、そんなやつが働いとんねんで警察署で。昨日の通報しても出てきた警察官の人声聞いた時、もしかしたら淡路花角収穫祭のレストランカトリア、あ、違う、レストラン収穫祭、レストラン収穫祭淡路花角と、あのキッチンの方でコックしていた、うん、岡崎さんの声に似てるなと思って、淡路花角行く前にそういえば有馬警察署行って、そういえば岡崎さんと話していたような気がする。ああ、あの人もともと警察官だったんちゃうかって。で、久保さんっていう人も、本名、誰かわからないんですけども、警察官、一時的な制服着た。で、髪の毛茶色に染めていて、宝塚三田病院で同じフロアで入院していませんでした。その時違う名前表記で。うん、って言ってる。で、昨日通報した時にその警察官の人に来てもらいたかったんですけども、まあ、どうしてほしいのっていうことを聞いてきて、で、だからその現場に来てほしかったっていうことを言っていて、で、もう淡井さんもこの時間やし、もう家帰ってねみたいなことを言っていて、で、言ってる声聞いたら岡崎さんが眠たくなってる声になってるんですよ。本当に眠たそうな声してるんですよ。で、僕の方は多分サッカーの試合だと思うんですけども、F マリノス、アルアインの試合、あっけよかったの、4時半になるまで眠れなかった。強制でき。全部強制。強制。だから、ワンピースのその、バーソロミュークマっていうキャラクターが選ばれ、描かれてますけども、その、まあ、人造人間みたいな形で描かれてますけども、要するに電波。電波で従わされてる。で、電波で嫌おうなしに。その暴力によって、コントロールされる。そこには自由がない。で、誰が観客席で公務としてお金を稼いでいたかって言ったら、佳子ちゃん。女子野球とか、あと他、なんかね、テニスの総裁だとか、まあなんかもうどうでもいいよな。そういうところが縮小していってもらわなきゃなんないのに、余計な総裁は多すぎるのに、今度、インターネット記事とかテレビのニュースで、皇室がどうこう？残すのどうこう？だからこんなにいらない総裁あって、まだ余計な総裁まだ増やすんですかって。その前に集まってる人間、65歳の人、全員やめてくださいよ。無理だから、その年齢の人たちが集まったら。考え方とか感覚とかは全然違うから。その中に、高いビル建ててしまった人何人いるんです？ほったらかしにしていた人。
議員歴長い人で、ちゃんと抵抗して国会で反論してくれてた人は、世の中のことをちゃんと真面目に、立ち向かっていこうと、正しい方向に、ちゃんとみんなが生き残れるようにって、少しでも長い間あって、先進文明が続くようにっていう形で、なんとか踏ん張って、まあ、抵抗してくれたんだと思いますけども、話の内容はね、政党交付金がどうこうって、そんなもん野村県議の時に裁判所で決まったじゃないって。まあ、前から本当は決まってるのかもしれませんけども、またなんかどうでもいい話をしてる会議がたくさん開かれていて、なぜか年収が高い。こちらが出した結論について全然協力して、あ、本当に行くってって言ってる笑い声、あ、だから若い顔に戻りたかったやろ、来たやつ全員顔不細工になれ、当たり前や、窃盗犯や、窃盗したもん返せ、総裁や、見てみこっちの顔、八方下がりのままやで、ずっと。な、肌きれい？これが現実。遠目に映ってるから、きれいに見えてるだけ。そんだけ睡眠不足で肌きれいなわけないやん。いつまで命がけでこんなことさせんのよ。この長安の声で明日は終わるっていう声聞こえてきたんだけど、日付言わんかったら無理や。なんか明日っていつよ。この動画を見てるときにそれ言ってるんだったら、その明日がわからんのよ。こっちは、こちらの時間軸は5月26日。コンピューター身勝手に長安の声を使って多分言ってるんだと思う。本人が言ってるんじゃなくてね。本人だったら名前名乗って。僕は、心の声とかでテレビ出演者の人たちに、ある一定のルールを、コンピューターが使ってないルールを使ってます。それは、河合圭介本人ですって伝えてる。それなかったら無理。コンピューターが喋ってきてるのか、電波が喋ってきて、人間が喋ってきてるのか、心の声なのか、判断はつかない。これは無理。本当に。で、それができない人間が、この横を歩いたところで、僕は声かけたところで、どうせ喋らないんやろ、だんまりなんやろ、意味ないやん。またこっち泣かして、綺麗な顔なって、別の男と会う、別の女と会う、浮気する。いいね。そっちは楽で、簡単に顔作りができて。結局金やん、それやったら、交通費。NE の残存量問題とちゃうやん。心ある対応、心ある言葉、いつ誰がどういうふうにかけてくれた？ないよ、この辺歩いてる人間で。ない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 。ヘラ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 笑いながら喧嘩売ってくるやつ？トータル何十万人といたよ。まあ、件数って言った方がいいかもしれない。なんも大体同じ奴らだから。それで怒ったらあかん。怒らしといて。精神病院連れて行った？何それ、どこの党を信じたらいいの、どこの党の誰さんを信じたらいいの、だいたいテレビ見ても分かんない、何年前のものを放送してるのか。同じ話ずっと決着ついたはずなのに、ずっと同じ話してるもん。だから多分だいぶ前の放送でしょう。明日行くねんでって言ってるその女性が来んの、どこの誰か分かんない。明日行きますって言ったその本人の声が聞こえてこなかったら分かんない。だから明日行くって、だから誰が来るのよ、自分の名前名乗れって言ったやん。
に来た時も名前名乗らへんのやろ。まあ顔作りのために来たかったんやろ。鬱陶しいよ。常になんかコンコン本当にいいかねんからっていうような声が聞こえてきたんだけど、もうどこの誰の声か分かんない。何それコンコンって。キツネ。もうコンコンはええやん。ハワイさんって呼んであげたらええやん。客観的に見ても僕はそういう人見たらちゃんと何々さんって言ってあげると思う。もう言いたいことはある程度言えたと思うんで、もうこれぐらいにしときますね。多分まあこの動画をしっかりと聞いてくれた人で、彼がどういうふうなところを嫌がってるのかとかしっかりと理解して、一回決まったことをずっと守れていた人間なのかどうか、彼が嫌がることをしたのかしなかったのかっていう自分チェックと、あと他者のチェック、テレビ局同じ会社だから、社員だから。人材派遣会社にいてもそこで働いていたらそこの責任者ですよ、ある程度。何かしてしまったらね。わかりやすく言うと、お客様に失礼なことをしたら、謝る、すぐに。申し訳ございませんでしたとか。警察官の人で申し訳ございませんでしたって言った人見たことあります？ないでしょ。まあ、変なんですよ、この世の中。行政の人も公務員の人も謝らないで自分たちの仲間内同士に何か話するんですよ。もう今日もなんか睡眠不足っていうこともあるんですけども、まあいいかなっていうところですね。何もかもがどうでもいいっていうわけじゃなくて、とにかくもう今日スポーツの勝ち負け何も気にしなくて、まあとりあえずそこまで行っていいんかいの録音も終わってるし、ただまあ競馬界のことがちょっと心配なので、もう一回天の神様へのお祈り、安全のお祈りとかはしとこうかなとは思います。もう怒らないで言えっていうのも無理だし、怒ってるところの表現出さなくて、以前みたいなああいうふうに笑ってヘラ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 我慢して言えって言うんですか。もう受け取り方変わってくるじゃないですか。余計喧嘩売られたってね。いや、だから その辺のやつ、昨日もいたんですよ。なんか、平井理央は、アナウンサーの平井理央らしき人間と、そのグループ、5名ぐらいで歩いてる連中。わかんない。顔をはっきり見てないの。わかんない。見えないの。目の視力。暗かったらもう2メートルぐらいのところまでしか見えないから。はっきりと。もうとりあえず髪の毛染めてない女性で、まあ、平井理央っぽいと言えばっぽいし、そのメンバーが、5人で、横一列で、歩きに来るっていうのは今まで何回も見かけました。そこで夫婦になってる人間何人いたかもって、男性何人かと女性何人。そんな時間帯で、その後ろから信号渡らないでキャラ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 笑ってる変な女がいて、お前青かって。お前らの若いんやろって。何回言われてもねって。石油の残存量はって。まあ、いつもの話ね。それをして。もう最後、これ言おうかな、どうかなと思ったんですよ。お前らが頑張ってどうにかせなあかんねんぞって。もう年寄りのじいさんに期待しても無理やぞって。
だからまあ、基本的に議員さんって男性の方が多いでしょ。65歳以上の人に期待したところで、もうその時に長い間国会議員とかをしていたら、ね、退職金のこととか頭の中血がつく時期じゃないですか。あれしたかった、これしたかった。いっぱい見てるから、そのお金使って。僕から言わせたら、豪遊。そのお金使って、何かね、補助参加人とかになって、裁判所で助けてあげようとか、そういうふうな活動をしてる人をちょっとだけ見たことあります。すごいなって思いました。この人本当にすごいなって、根性あるわって。まあただそれが三振取りないの身内とかだったらね、あそういうことかってなっちゃうんですけどね。まあ深く知らなかったらその件に関して本当にどう評価していいかなんか分かんないですよ。まあ何回も言いますけども、ああいうケースけど結婚話をした人間でデートをしてくれた人間っていないんですよ。まあまあもうこれ本音で言うんですけども、一応ねデートは何回か人生でしたことはあるんですよ。若いうちです。26歳までの間で、その USJ、 その会社のその、うん、まあ僕よりまあまあこういうような言い方で言うとあれかもしれませんけども、まあ下のものとかね、もう淡谷さんもデートぐらいしたらダメですよって、今自分がって、まあ、何を言おうとしてるか分かるんですけども、そのね、年齢的なところで、そのお姉さんまだデートすらしたことないって、それ、問題ありすぎますよっていうようなことでね。で、まあ、1、2回かな、3回ぐらい。まあ、1、2回は、その USJ に行ったことあるんですよ。行って、なんかこう、どういうふうなところか、もう私が行ったことあるから、案内します。まあ、そう、ガイドみたいな形。わかんない。もう、デートしたって言った方がいいのか、デートしてないって言った方がいいのか、僕もよくわかんない。別にキスとか何もしないから。ある、正直、あれ乗りたい、これ乗りたいで、意見分かれる。ああ、そうなのか。って。これ乗りたいって言ってたし、まあ、こう、どうしよう、こう。すごいねーと、こういうふうにこう言っとこうかなーって、こう、演技とかでこう皮肉で言ってるんじゃなくて、こう、本当にこう、おーとかこう言ってるようなところで、こう対応してあげなかったら、ダメかなって思ったりするんです。これ乗りたいって言ってたから。本音で言ったら、20歳過ぎてこんなの乗ってるところ見られたら、子供みたいに思われるんちゃうかとか思ったり、するんですよ、本当に。ある一部のアトラクションに関しては。もうとりあえず、本当に面白いもの、乗っときゃいいんじゃないですか。これ僕からの、最後まで聞いてくれた人へのアドバイス。心の奥底ではどうせそれあるから。こういう風にしとかなきゃなんないかなとかあるから。で、だんだんその、喋ってることが短いから、意思疎通が多分できてないなってなんとなく思いながら乗り物乗ってるから。いいね。本当にどこか分からへん。集合住宅とか、何号室とかの人。名前は、まあ、その人物も、黒田って名乗ってましたね。まあ、太ってる女性。思い出したら、二十歳ぐらいの頃にバーベキューコーナーで働いていた時に、自分の部下として働かせて、痩せさせて、見事な体験に。あなたならできるかもしれないって言ってきた人と、君ならできるって言ったことのある人。多分その人は他の男性と付き合ったから大丈夫だ。
あと、あの、仕事側の人でね、そんだけ踊っとったら、もう、頑張って、動き回らせて、こう、あれせ、殺せって言ってあげた方がええわ、ってこう言ってくれる人と、これで君も指示出しやすくなるわ。へばっとっても容赦なく言ったれて、君が動かされてきたようにって、あれせえ、これせえ、これぐらいのペースでせえって言われてきたようにって、会社は倒産があるから、本当にその方向じゃないと無理やって、この方向性もあるわって、これだけ言っといたら大丈夫やろ、店長して。もうね、その人物の家も後から一回カセットテープでね、その人物が聞いていたことのある曲をまあ一回テープ借りて、まあ、聞いてみて、ああこういうふうな曲聞いてるんだっていう、まあ感想でしたね。まあ10曲ほどあって、まあこれとこれは聴けるかな、2曲か3曲ぐらいでしたね。だから僕がチョイスしていた曲とかの種類、まあその時の僕のあの感情的な部分とか、そう、結局ストレスだったんでしょ。ストレス込みとあとジャンヌ・ダルクのちょっとした話とか聞いてたから、もちろんグレイの皆さんとかラルク・アンシェルとかルアシーの人の曲とか、基本的にバンド系の人たちの曲が多かったですね。で、そういったものを MD に入れていて、で、まあそれをまあ聞いていたんで、自分でね、作っていた曲と比較して、正直クオリティ的に、いやこれすぐに飽きるなとか、まあそういうのを聞きながら聞いていて、でまたね、別に返してもらっても返してもらわなくてもいいですか。いらんかったテープとかになって、で淡井さんがちゃんと人のものを返す人だったら、その人の、何々さん、まあ黒田さんの家が分かるはずだからとか、ややこしいこと言わ、黒田っていう名前の人結構いるでしょ。表札ポストとかで見て、黒田さんっていう家を住宅探して。で、まあ、ピンポン押してみてね。で、ね、出てきたの男性なんですよ。で、一応ね、フルーツアーパークのレストランカトレアで店長をしていた淡井というものですけども、2002年の、2001年の頃。黒田スエさんという名前のものだった。だと思うんですけども、まあその方から借りたものなんですけども、返そうと思ってきたんですけども、ご自宅はここで間違いないでしょうかと、まあ聞いてみて、うん、それで合ってると思いますって言われたんですけども、僕も正直そんな返答のされ方して、渡していいかな、返したことになるのかな、半分で、正直その前にね、僕が歩いていた横にいた人たちが、もうそれで会社でええと思うわって言ってくれてる人たちがいて、あらかじめ最初聞いた時に、何のことやろうって思ってたんですよ。で、それで、じゃあ、渡しといてください。よろしくお願いします。本人へって一応言っといたんですよ。そこの住宅内で黒田さんが、そのもしそこに該当する黒田さんじゃないものだったとしたら、別の黒田さん探しを始めるっていう話になるんですけども、まあたまには、うん、この作者で思われる菊池さんっていう人が、菊池秀明さんっていう人は、たまには僕のことも言ってくれといたらいいからっていうことで、まあ作品とか見せなかったら絶対みんなわからないから、急に菊池秀明さんって言われてもある程度もう見せなかったら無理だから、なると思う。に、ひねくれた貴公子。誰が見てもどうとでも受け止められますから、誠実な人にも見えるでしょうし、淡井さんカセットテープ一つで、そんな何年もあるもの。何年後かにこう引き出し整理していって出てきて、しまったってなるんですよ、そこ。
レストラン語るやで、8月、一月346時間が8時間働かせてます。働かされてますから、僕は。ふらふら朝から、ほんと。倒れそう。そんな中で、朝から、お客さん少ない時、一人で、洋食と和食用意して、並べるもん全部自分一人。もうそれこそこう逆にもこう気合で乗り切ったるわみたいな形で60人まで行きますよって部長に言ったって見たことあります？飲食店で自分で作って用意してバイキングとはいえ60人相手してる人僕ぐらいでしょ、どうせこの世の中で。本当部長こんな話、労働基準局に持ち込まれた。わしが捕まるから。部長、もう老人だから。すぐバテて、動き遅くて遅くて。あ、遅い。息切れすぐに起こすから。もうけどその部長もね、おじいさんとしては頑張った方だと思いますよ。ゴールデンウィークの日ほんと2人ではめっちゃしんどい。ランチが、まあ、下手に喫茶までのお客さん流し込まれるんですよ。もともと受付から見て右手の方にブライダル用の喫茶店とかあるんですよ。なかなか披露宴とかある時じゃないと開けないんですけども、そこからねお客さんあふれかえってこちらに流し込まれるんです。ランチまだもうこんな時だからっていうことで15時になってもランチ提供していて、ランチセット本当は14時までとかだったはずなのにお客さんと思えた時の方が余計時間取られるからっていう料理運んでいく人がいなくなる、オーダーテイクする人がいなくなるか、お客さんにあれこれ叱られてる間にもうええからもうランチがいいって言ったらもう先頭してくれたらいいからって、そうキッチンの人とこう話つけておいて、で今度はその喫茶が流れてくるでしょう。でもう部長と僕昼ご飯食べたの17時過ぎ、もう食おうってお客さん来るけど食おう、もう倒れる、これは絶対倒れるから食わなきゃ無理だっていうことになる、もうわしからの許可でっていうことで、部長がもうサーロイン2枚っていうことで、僕と部長ね1枚ずつ全然足らへんからサーロイン1枚で飯だけはもういくらでも食ったらええかなって、そういう店があるから、それで何か言われたらそれ乗り切ろう。その部長がその数年後に確定申告の時にね、年末調整の確定申告、自分で申告しに行く時の時、まあ屋号みたいな形の人ですよ、その部長、土井部長が現れていて、誰か分かるって言われて、え、税理士さんですよねって言ったんですよ、その確定申告担当者の人だったら思うでしょ皆さん、本当に仕事もこっちでたらい回しで長時間労働で働いてる、頭回んないのそれ、ね、年に1回の確定申告何回も聞きながら、これで間違いないですよねって、もうええからええから、もうそれでいいからって、君の場合はいろんな話聞いてる、絶対払いすぎや、納税しすぎやって公務員の人のもうあれ見たらもうびっくりするからって、君もどうせそれ見たら公務員の人にあるこれ言いたくなるからって、見ても見なくてもどっちでもええわ自分で決めてって唯一思えて別にいました。世の中適当で回ってるとしか思えない、本当に。だって政府は書類の内容を変えてくるんだ
間違いない人なんかいます？六法全書勝ったら勝ったで間違えるんですよ。正直に言ってくれる人、言ってくれますよ。昔は年金55歳から支給、65歳まで引き上げた、大間違いでしたっていうことよ。全力の議員さんたちの謝罪。僕のこの昔の六法全書、もうこの平成20年度版、これ年金の支給65歳って書かれてますから、60歳から受け取り可能ですから窓口行ったらそう言われるか。あとの六法全書、平成31年度の買った時には、あれいやおかしい、いや 僕65歳でって、いや六法全書持ってますけども、いや書いてたはずですよ、でこれでした。60歳、プロ野球誰も得点になりたくないって言われました。物理的法則ノーアウト毎回ランナー二塁からルール変えたんだよ。そんなに得点入ったらみんな喜ぶんだった。どれぐらい世の中むちゃくちゃか、そのルールで試合始めた時、お客さんがどうせブーイング起こすあれこれ言ってくるから、何このルールどうなったの、もう誰かちょっと責任者アンパイアちょっとマイクで説明してって誰か言うから、その時に一緒に何年に何々の法律がこうなりました、ああなりましたって30分ぐらいかけて説明した。これで書類のミスがしない、無理やらって AI のコンピューターが失敗しない、絶対失敗するって人間がルールコロ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 変えてAI でもう僕もコンピューターだと思われる声に言われたことあるから、何回もコンピューターも無理やって言ってきて、他のコンピューターが言ってくる、それがすごい電力の無駄遣いや。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定を、していただければ、僕は、動画アップロードしたら、出てきます。まあ、長い間、動画アップロードする予定はちょっと控えようとは思うんですけども、もう数が多すぎるから自分がどこで何言ってるか全然わかんない、いろいろ言いながらだんだんもっと正しい答えにたどり着いていた時期があったから、テレビのニュース鵜呑みにして、もう滅びるんじゃないですか、もう本音だってね、フェイクニュース流しても、それはそれで台風発生してる事例があるからダメよって言ってるし、でギリシャへ、まあ他の国へ、ね、もう絶対行っちゃダメよってカコちゃんに言ってるのに行ったから、もうそれも台風発生するよ、去年の10月からこっち側なんで睡眠不足になりながら台風消滅頑張らなあかんねんって、逆だ、だから僕が睡眠たくさん得てた方が台風消滅しない、消滅しっかりするの、フラフラだったら無理だから。知らんよ、そんなこと。プロ野球業界はもうするからやんか。昨日の試合。DeNA が1点差で勝ってたはずなのに。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。